私のオリジナル曲でモノクロという曲になります。結構努力すれば何でもできるよって言われると思うんですけど、やっぱできないことってあるじゃないですか。努力してもやっぱできないなって思ったりすることってあると思うんです。でまたその自分の個性をもっとちゃんと何て言うんだろう、分かってほしいなっていう思いも込めて作った曲になっているので、はい、聴いてください、モノクロ。
次で最後の曲になります。おー、ありがとうございます。そう、私ね、今これ初めてやった。今まで結構何回かライブに出てきたんですけど、こうやってやったの初めて。そう、ありがとうございます。貴重な経験をさせていただいて楽しかった。そう、はい、では次で最後の曲になります。